ができない場合があったりしますので、まあ、SOP 場合にもう一本貼り付けされた方がいいかなと思います。で次にですね、ブリッジ、こういったブリッジが発生した場合どうして修正するかっていうことなんですけども、まず、まあ、吸い取り線とか余分な幅を吸い取るという方法もあります。これは取っていただきたいと思いますけど、これぐらいのブリッジであれば、小手先1本で、フラックスと小手先1本で直せます。まず、フラックスを、液体のフラックスを塗布してやります。その後、ハンダを。で、これでちゃんと止まっていれば動きませんので、これで1本ずつ。で、固定をまず当ててやります。で、ハンダをリードの方のとパターンの間ぐらいに送り込んでやるようにしてやります。で、1本ずつこれをハンダ付けを繰り返していきます。時間があれなんで。